総長でございます。この白のロングっていうのは本当にすごい、去年の新作。さあ皆さんこんにちは、車小僧です。今日は街角インタビューコーナーで素晴らしいオーナーさんを見つけちゃいましたので、まず車今日はまとめて2台紹介させていただきます。ドーン、ルエスですね。これは詳しくオーナーさんからいろいろお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、視聴者さんね、車見てわかる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ではオーナーさんよろしくお願いします。はい、あどうも、こっちに総長でございます。総長すみません、本当わざわざ車小僧の街角インタビュー来ていただいて、逆に出たかったですよ。もうお待ちしてましたよ。本当ですか、はい、イベントの時にお伺いしてね、僕から行かなきゃいけないのかな。いや、やめましょう。ただの越谷の市民ですよ。じゃあまず総長の白い LS の方からいろいろお伺いしたいんですけど、はい、年式はこれ LS の、これね、24年式の後期型の 460L ですね、はいはい、ロングですね。ロングです、はい。どれぐらい乗られてるんですか。これね、僕まだね2年ちょいぐらいですかね。まだ2年なんですね。車検1回通したぐらいですか。そうなんで、そんなにまだで、完成してまだ半年ぐらいですね。だから1年ぐらいはノーマルで乗ってました。 お金ないもんで。何おっしゃいますか。これ言っとかないと、これお金ない人のホイール後で紹介します。すごいホイールをね。ドノーマルでこの LS を見つけたって感じですね。そうですね、やっぱりその僕らメンバーが、まあ、後期が多くてですね、はいはい、でその中でもロングが多いんですよ、はい、でやっぱそれ見てると僕マジスタ乗ってたんですけど、はい、やっぱ乗りたくなっちゃって。マジスタめちゃめちゃお金かけてかっこよかったですけどね、シンプル規定。そう、結構やったつもりだったんですけど、はい、まあ、やっぱりこの並んじゃうとね、はい、かっこいいなってずっと思ってて、でこう探し出したんですけど、まあ、見つかんないんですよ、はい、とにかくロングの屋根付き、うん、あとこのパールっていうのが本当になくて、うん、半年ぐらい探しましたかね。フーとかその辺の雑誌に出てた、それとももうお知り合いの。これはあのオークションですね。おお、なるほど。大工オークションみたいなのあるじゃないですか。あります、あります、はい、あれでもう見つけてもらって、もうずっと条件出してて、ずっと出品者を見てるってわけ。そう、もう毎週だが連絡待って、はい、車からかかってきて、はい、いや今日も流れたわ、はい、みたいな、そんな感じ。なるほど、それでようやく見つけて。そうですね、ようやくこの白のロングっていうのは本当にないくてですね、条件に合うのが。この LS だとホワイトはこのパールホワイト一色だけでしたっけ。細かい話になるんですけど、はい、後期って24年から29年ぐらい、確か5年ぐらい出てるんですよ、はい、でその間ね3回ぐらい、あの仕様年次改良っていうんですか、マイチェンみたいな感じですか。そう、はい、あの見た目は変わんないんですけど、はい、でそこの1型から3型ぐらいまでは一色なんですけど、はい、確か4型から、ね、はい、違う色が、ね、あるんですよ、はい、だからあのこの1型に関してはこの色しかないんです。なるほど。ただ後ろの方になるとまたちょっと違う、もうより白い色のやつがあるんですよ、はい、うん、結構この後期の LS はマイチェン内装だとか、その性能部分の部分だとか、そうちょこちょこしてて、でその間色も結構みたいなのはありましたね。ありましたよね、うんうんうん、まだ年式も新しいので全然エンジン機関系は絶好調で。絶好調なんですけど、そうです、絶好調ですね。そうけどあのちょいちょいね、あの LS やっぱ弱いとこって結構皆さん同じなんで、はいはい、まあ、例えで言うと、うん、あのサンルーフの周りのゴム、あ、はいはいはい、これ結構後期型はね結構あります。もうですか。え、早いですね。もうこれが何ですか、まあ、ひび割れてきちゃって、はいはい、もう洗車とかするって聞くじゃないですか、はい、そうすると結構黒いカスがこうバーって、これ変えるってなるとゴムだけ変えないんですよ。ガラスもセットですか。そう、うわっていうのとか結構ね、あの弱いところはね結構共通してます。ただちょっと外装見ながらですね、はい、ちょっといろいろ総長にお伺いさせていただきたいんですけど、はい、まずこのエアロは、エアロはモデリスターですね、はい、トヨタ純正アフターパーツメーカーですか、はいはい、のモデリ、まあこれもう皆さんと結構つけられてると思うんですけど、ね、もうでもこれが一番かっこいいっていう。そう、正直ね、やっぱこのモデリスターのもう設計者すごいと思う。本当にLS に限らずマジェスタもそうだったし、もうかっこいいんですよやっぱり。サイズ的にも、サイズ的にも、はい、本当にこのメッキの使い方にしても、はい、まあかっこいいですよ。あとこれスピンドルのグリルの部分って、はい、このブラックのところ、これ純正、もともとこれは僕塗りましたですよね、はい、あの212ブラックですかね、はい、あの横の遭遇の横のところも、おフィンのところですね、そう合わせて、はい、ここのところ、ね、あの黒く塗りました。うん、黒ボディだったらやらなかったですけど、はい、白ボディだったら、まあ、白黒でこうちょっとメリハリつくかなっていう感じで塗ったっていう感じです。なるほど、はい、いや綺麗に仕上がってます。でこれプリクラッシュ、プリクラッシュです。はい、でナンバーもこれは新しい自公式。そう、自公式の、それは結構あの、はい、こだわったわけでもないですけど、はい、1にするときってこの点点点がちゃんと光っててほしいんですよね。ちょっと安いやつにするとこのモヤーンとこうしちゃってはっきりしないんで。なるほど。だからくっきり全部これが映って、なおかつこの薄いやつに、そっかそっか、
はい、な新しい EL 版の中でも結構いいやつの希望ナンバー込みで結構これだけでね、はい、意外にびっくりするそんなすんのみたいな。あとフロント周りだと、まあ、見えてない部分になっちゃうんですけど1型と2型さっき話した後期の初期型ってデイライトじゃないんですよ、はい、これこのスモールが、はいはいはい、あそうなんですね。そうだ今これエンジン消えてるんですけど、はい、これデイ、まあ、デイライト常時点灯化キットを入れました。あなるほど、はい、でもなんか配線加工みたいな感じでキットがあるんですか。キットがあります、はい、ちょっと高いんですこれまた。あそうなんですね高いです何かと高い本当に。あとコーナーポールコーナーポールつけましたね、はい、このウォッシャーってこれ純正なんですね。純正です。へえ、はい、ついてるんですね。いやまたでも LS となるとこの電動のねこのコーナーポールもビップだわ。そう洒落てるんで、まあ、これ純正なんですけどこの斜めに切れてて、はい、なおかつ内側だけが光る先っぽ青いじゃないですか、はい、それ内側だけが青いんですよ。あで逆か外側レクサスって刻印されてるんです。なるほど、うん、これまあ洒落てんな。洒落てますね、うん、レクサスベタ褒め親父臭さっていうのがもう完全なくなっちゃって、ね、おしゃれなね。またなんか今時代が戻ってきた感じはカスタムの中だとね結構つけられてる方いると思うんですよ ね、はい、我々の時代当時はね中古でコーナーポールズしたらもうスムージングしちゃうとかっていうね。そう逆にね逆にそうあのヘタッピ棒とか言われてねちょっとサイドの方を見させていただきます。これはすごいなこのホイール高そう。これワークの VS。 そうですね XV 去年の新作でしたかね。これは珍しいですねこのカラーもねディスクの。そうカラーねすいませんこだわった部分でございまして結構今この XV 売れてよく見ると思うんですけど、はい、この色はね今のところ僕はまだ見たことない。あ初めて見ましたねこれ。なんかちょっとオプションカラーみたいな感じらしくて、うん、だからこれにしたがために半年ぐらい納期かかったんですけど。あそういうことなんですね。そうなんです。で、まあ、ピアスボルトもゴールドにしていいですね。エアバルもゴールドにしてっていう。これももともとこのステップリムな感じなんですね。ダンリム。そうですダンリム。前回のマジェスタの時はダンリムじゃなかったんでちょっと今回ダンリムにしたいなと思って、はい、まあ、21インチでディスクが20インチっていう感じの、まあ、ステップリムですね。あ、はい、でまあ、ちょっと攻めすぎちゃったんですよ僕、はい、なんでそのブレーキ、まあ、見てもちょっと汚いですけど、はい、内側削れてると思うんですよ、はい、おお映るかな。これはもうなんかベルトサンダーで削ったような。そうなんです、ちょっと攻めすぎちゃったもんで、はい、入んなかったんですよ。これはでも驚かれたでしょうね。そうです、って思ってショックから入んないっつってでじゃあブレーキ削って、はい、これブレーキ削って5ミリ出してるんです、はい、スペーサー入れて。ああなるほどなるほど、はい、これ下手したら夏になったら膨張してもしかしたら大変、はい、みたいなあ熱膨張ありえますもんね。ありえ、そう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 、結構ギリのところですね。そうかなりもうだから3ミリか5ミリかそのスペーサーかますの迷ったんですけど、はい、まあ、3ミリだとあの当たっちゃうっていうんで、まあでもまあこのパツパツぐらいはねちょっと純正ブレーキですけどちょっとまあ攻めた結果っていうんですかね。そういうことですね、はい、一応でもビッグキャリパー対応とかそんな感じではあるんですか。そうなんですよ。でもねそれでもちょっとねバカなもん攻めちゃった。いやいやいや、ありますよねでもこれね、はい、これフェンダーは純正です。純正でこれもう爪切り、爪はあの切りです。こうお話をお伺いするとあそこまでいろいろあったんだなっていうのがね分かりますけど、はい、パッと見だともうすんなり決まって、一応すんなり決めた雰囲気でねいやーかっこいいな。これ足はエアサスですか。そうですね、足エアサス、あのカズサスさんのおー、はい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 、キットっていう足と、はい、あとタンク込みのやつですね、はい、あとでちょっとエアサス上がるところ、まあ、ぜひぜひ、はい、いつもの車高のところで結構です、はい、サイドのスポイラー、これは何もモデルしたサイドないんですよ。これがもう LS 後期のこれ標準です。これえ、本当ですか。はい、もうなんかもうエアロついてるみたいですよね。そう、これあのそうサイドはないんですよモデルした。へぇ、これがもうまんまです。まんまなんですね。そのまんま、はい、そうあれですね、ちゃんとこれドアモールをつけられるとこれね、うん、ついてたんです。な純正のやつですね。そうでこれ聞いたら高い、意外に フルで1万5000円ぐらいするらしくて、はい、これたまたま前のオーさんつけてくれてたんで、はい、あの感謝です。ああ、はい、ですよね。これねいろいろもうつけるつけないってありますけど、なんか純正だとつけたいですよね。そうなんですよ。で僕ら結構純正パーツ好きなんであの結構だからこれは気に入ってます。気に入ってますはい、あとやっぱりロングだけあって、これリアのドアと窓の大きさ見ると分かるな。そうですね、あの、うん、ロングはそのリアのドアがリアをそのまま伸ばしてるだけなんで、はい、だからまあ本当に単純にここは長いです。そうですよね。そしてリアもね迫力、当然この車高じゃ走んないですよね。走りたいけどね走れないですね。
テリアビューですね。かっこいいな、はい、これも全部純正パーツですか、リアスポから。まずエアロはモデリスタ、はい、これ純正です、はい、でマフラーはこれこだわって、はい、モデリスタって、まあ、両側2本出しなんですよ、はい、これ出口だけセンスブランド、おお有名ですね、センスブランドさんね、に変えました。いい出口だけだから溶接してつけてもらって、そうすると中間とかを車外とか入れる。僕はリアピースのストレート。あ、なるほどなるほど。でそれ でその材質もねスチールにしたんです。はい、でスチールにするとまあちょっと音が低くなって割れづらくなるんで、はい、でスチールにして出口をこのセンスブランドをつけた、はい。なるほど。うん、でやばもですね、はい。あんまやんちゃならないよ。ちょっと出してますけど。うんうんうん、このリアスポもこれ純正なんですよね。と思いきや、思いきやこれエイムゲインさんです。一番ね純正っぽかったんですよ。はい、で僕らメンバーとにかく純正が多かったんで、はい、それちょっと違い出したいなと思ってこれは実はエイムさんなんです。エイムさん、はい、あこのね L ロングの内装を、あ、はい、こっち側からのがいいかな。ぜひぜひ、はい、朝マック総長ね、朝飯で、ね、食いながら急いで来てくれたんでありがとうございますすごいな、やっぱもう高級感が、まあ、内装は本当にいいですよ ね、 いいすね、そこに関してはこれもなんキャメル系、何色つんすかね、まあ、キャメルって言われてますよね、キャメルなのか分かんないですけど、キャメルって、はい、言われてるんで、まあ、茶川っすね、うん、いやこれすごい、あサンルーフ付きで屋根はアルカンターラで、いやすごい、あれ ここってもともとメッキな感じなんですか。これメッキですよね、メッキですよね、すごいこだわってんな、このウッドチョートでリアの広さを、はい、よし、うわドア長いわ、やっぱ長いからやっぱこういうところでフルで開けるとね、これね結構気をつけた方がいいです。そうですよね、あのスーパーとか行った時とか、そうですよね、ぶつけます、そう、はい、ね、普通の感覚でね、普通の感覚で開けるとですね、はい、いや4人乗り、ね、4人乗りですもんね、セパレートね、すごい超ビップです。これなんかあれですか、こう肩もみ機みたいなのとかついてるんですか。あ、そうです、あの左後ろ、要は社長席って言われるところに関しては、はい、マッサージついてます。ついてて、しかもこれオットマンになってるんです、オットマンっていうか、そうで後ろ乗る車にカスタムして運転するのが楽しいんですよね。まあ本当はねこれの乗る車なんでしょうけど、ね、そう後ろ乗ってても面白くないですからね、カスタマーとしてはね。そうですね、やっぱ運転手なんも、ね、そうそうそう、ありがとうございます、はい、これはすごいわ。この内装色も結構レアですよね、たまたまこの色だったんですよね。そう、本当はねこのメロ内装っていう、はい、白い内装が欲しかったんですけど、はいはい、ちょっとそれ巡り合うことができず、まあ、この玉がたまたま茶色だったっていう、はい、感じですかね。結果オーライじゃないか、まあ、結果オーライですですよね、はい、そうさっきちょっと内装の時チェックし忘れたんですけど、今車小僧の芳香剤チェックしてるんですけど、僕ね総長置かない派、置かない派です。ですよね、なんか香りがないなっていうので、いや皮の匂いを楽しむっていう方もいらっしゃいますから ね、 内装は一切手つけたくないんですああもう芳香剤も含めてね、もうそう全く何にもしたくないんです。あなるほど、うん、ね、ちょっとあのマフラー音ってどうですか、結構いい感じの音します。マフラー音僕は結構気に入ってますかね、そう結構こだわった部分は あるんで。あ本当ですか、ちょっとアイドリング音だけでも、あ、いいですか、いいですか、エンジンかけてもらうとこだけ、はい、おいい音だな、いいですね、ありがとうございます、ありがとうございます、大丈夫です、綺麗な VR ザV8 ザ、ね、V8 言うてまだ僕 V8 2年ぐらいしか経験してないんですけどすいません、ちょっとエアサスの、おー汚い、ただきます、素晴らしい、はい、うおー結構大きいっすね。まあねちょっと何もしてないんで、あれなんですけど、いやでもこれ十分見せる用の、まあ、カズサスさんのフルコンバージョンキットを頼むと、はい、このタンク1個にコンプレッサーも1個なんですよ、はい、で僕はオプションでもう1個コンプレッサーつけてる。じゃあちょっと今のこのベタ車庫から標準車庫に上げる姿を収めさせてもらってもいいですか。です、はい、これはどっから撮った方がいいのかな、この辺からかな、おー早いわ、一瞬ですね、うわ下げます、おーこれでもノンエアって感じですかね、はい、ハイレベルですね、はい、さあありがとうございます、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。